皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋子です本日のテーマは「できるかできないかよりもやりたいかやりたくないかでうまくいく」というテーマでお話をしてみたいと思います、えー、いろんなことを決断する時に皆さんの基準はどんな基準で動かれているでしょうか 例えば自分に実力がないからこれはどうしようかなやめとこうかなとかですねうんこれをやったらなんか下手とか言われたり今更だしとかねそういうこととかあってできるかできないかっていうことで新しいことをチャレンジするのをやめようかとか考えている方も結構多いと思うんですよで私の場合はですね できるかできないかよりもやりたいかやりたくないかで動いてるんです。はい、でそして、えー、やりたいと決めたことは全部できてるんです。結果としてです。じゃあそれが何でできてしかもうまくいくのか。これ多分、えー、と仕事を何をしたいのかっていうことと 非常に似てる部分とかもあるのでちょっと私のエピソードを交えてこのお話をあの読み解いていきたいというふうに思ってますのでちょっとお付き合いいただければと思います。えー、ではですねじゃあどんなことがあったのかっていうことなんですけどあのできるかできないかっていうことってあよほどそうですねあまりにも常軌を逸したようなこと だとさすがに私もできないなっていう思うことはありますじゃあ例えばそれは今私54もうすぐ55になるんですけどで宇宙飛行士になりたいって言ったらこれ多分できないじゃないですか年齢制限があったり視力がとか身長がとかなんかいろいろあるじゃないですか体力がとかこれはできないだろうなっていうふうに思います、うん、だけれども 大抵皆さんができないって諦めていることってうーんまあその努力の度合いにもよりますけれどもね時間をかけたりその深さをどうにか頑張ればできるようなケースが多いんですよご相談伺ってるとできないって諦めるのは感情的に諦めてる方が、 多くてですね実際は本当にやり始めたら周りが動いちゃうとか周りが変わっちゃうっていうことも多々あるんですよねだからできるかできないかよりもやりたいかやりたくないかを優先する方が、まあ、大抵うまくいくと思うんですよ。これやっぱり好きなことを仕事にするっていうことにも、まあ、多分通じるところがねあると思うんです。 じゃあ最近な,なんでこれを感じたかっていうのをちょっとお話をするんですか、えー、私サックスをね、あのー、やってて今このお話をしている時点で5年丸五年終わって6年目に入ってるんですけれどもまあ5年やってるわけですよで私趣味の領域もこれって決めたものは割と長く続けてます、えーとね、写真は25年やってます 長いでしょ <laughs>、まあ、その頻度でものすごく熱を加えてガーって頑張る10年ぐらいあるんですよでそこううからあとは定期メンテナンス的にあの感覚を忘れないようにずっとやってるっていう、まあ、そういう感じになっていてでじゃあサックスは何でやったんですかって言ったらあの何にもないところから私スタートしてます49の時なんですけども。 音楽やったことありません楽譜読めませんピアノもやったことありませんっていうそう,そういう人ですの状態なのにサックスやりたいと思った理由は私の自分自身の出版記念パーティーで余興で面白いことをやったら皆さんが面白がってくれるかなとそういう三内三内の私がですよ三つのない私が 3か月でライブができるかっていうのも見てもらおうっていうちょっとチャレンジング企画みたいなのをねやったこともあって自分にまあ <laughs> 宣言しちゃってプレッシャーをかけたっていうのもあるんですけどでそれをやってみてすごくサックスが楽しかったら本気でやろうっていうふうにやる前から決めていたんですで結果として楽しかったんですだからあの本気で取り組もうって言って取り組むことにしたんですね でそのやり始める時です全くゼロの時に、えーっとまあ、知人の、ね、方に「今度サックスを始めてみようと思っているライブ3ヶ月後にやろうと思っているから」っていうねことを話した時に「え音楽意見あるの?」って言われて「いやないです」って言って「楽譜読めないし分かんないけど、あのー、やってみようかと思ってライブで」って言ったら。 えとか言ってめちゃくちゃ驚かれて、あのそれなりにあれあの楽器って大変よねサックスって言って、うんまあ、大変かもしれないんだけれども、まあ、この間体験会に行ったら音鳴ったしどうにかなるかと思ってとか言って言って、え <laughs> でもその練習をしている時の音とか下手な音って。 聞いてる人には結構迷惑なんじゃないのっていう迷惑をまき散らすことになるんじゃないのとか言って言われて結構ねネガティブな否定的なこと言われたんですよ。でも私ね全然やめる気なかったですね。なぜならば私がやってみたいと思っていて3ヶ月後にライブをやるっていうのは決めていたから人に何を言われようとも恥ずかしいとか 耳、耳がね、痛いからやめた方がいいとか言われたって、関係ないんですよ。じゃあ聞かなければいいってまあ、ライブでやるには聞かせちゃう羽目になっちゃうんだけれども、今、自分ができる最大限の努力はしようっていうことで取り組んだんで、やめるっていう選択肢はなかったんですよね。うん。だから、あの、やりたいかやりたくないかって言ったら、やりたいなんですよ。 他人がどういう音も恥ずかしいよとかあのね音が汚いと人に迷惑だよみたいな <laughs> その人と3年後に会った時にねめちゃくちゃ私上手くなってたんです3年後にで,で全国のライブツアーとかもやっていたしもちろん私は練習もやってますよやってるけどこんなに成長するんだねって言ってあの時ねそういうふうに言ってごめんねみたいなことを言われましたけれども だから他人が言うことって結構無責任であのね逆のバージョンもあると思うんですよいやなんとかちゃんだったらすごくできると思うとかって言われてねうう浮かれて調子に乗ってできないじゃんみたいな感じで <laughs> 思ってその人を責めるっていうのもおかしいんですよだってね自分が好きでやってるわけじゃないですかだからいいんですよどういう結果になったって私は私が目指すところは、えー、その 最初は余興からだったんですけどうまくなると皆さんがだんだん喜んでくれるようになって場合によってはですよ曲に思い入れがあるような曲とかを吹いていたら曲を聴きながら泣いてくださる方とかもいて、まあ、この間とかはあの長崎の方でね、あのー、介護施設の,あのホームのところで慰問演奏とかもやってきたんですけど80とか90の方とかも。 あのー、喜んでくださってね。涙する方とかも多くて。ああ、そういう曲が吹けるような自分になって良かったなっていう風うに思っているんです。音楽ってやってきたことはなかったんですけど、でやらなかった理由もちゃんとあるんです。やらなかった理由は家が貧しかったからやらなかったんです。あのー、楽器買うって結構裕福な。 家庭のやること、ピアノだろうが何だろろううが、がです。お金かかるじゃないですか楽器買うって。あの学費もままならない家だったので私の家は。だから音楽って贅沢だったので敵とは言わないんですけどね。まあちょっとだからそういう意味ではあの偏見を持った目で音楽を見てた人。だから身近じゃないんですよ音楽って。お金持ちの人が裕福な人が親からピアノとかバイオリンとかああいうのを買い与えられて。 優雅に家で先生とか家庭教師でつけられて。学んでできるもの、まあ、音大とかのイメージもそういうイメージだからなのかもしれないですけどね。だからお金持ちのやるもの、だから私は貧しい私は。音楽をやるっていう選択肢は。持ってはいけないというか、も、も、も、持てないし、持たないっていう。諦めを持つ人生の子供だったんですよ。だから、あの、ね。 楽器がなくてももちろんもっとねあのハングリーにやるっていうやり方もあったんでしょうけれども子供はさすがにねそこまでは知恵働かないですよ。うん、で結果として初めてやるでそのチャレンジをする姿を見せると人は何歳からだってどんなチャレンジだってできるっていうことを体感として見せることができるんじゃないかって思ったんです皆さんにね。 50過ぎたらね、もうそんな新しいこと覚えるなんて大変とかっていう方に、いやいやいやできるしっていうことで、結果としてミュージックビデオとかも作ってるし、もう全国のライブとかも30回以上はやってます。いろんなところでね。で、その1回1回のライブのごとに、 工夫を重ねねててててそれのエンンターテイメントとしし成り立つよようにしてってるんですよ、ね、だからもともと趣味ではやってますけど趣味を仕事の中に取り入れていって今では私の集客のメイン要素が実はライブだったりしてますセミナーライブにしてたんですよ最初はセミナーの方が私のもともとコンサルタントとしての領域としてはお金が取れる領域だからです。 でけれども最近その放送っていうか放映してるのをね皆さんにライブの様子そのまま生中継で出したりとかしてると「あの今度行きます行きたいです生で聞きたいです」っていう声が多くってそれに合わせてどんどん曲数最初は3曲とか4曲だったんです今だいたい1 4 5曲やるんですけれどもバンドメンバーの皆さんとね合わせて、まあ、それに見合った体力とかを当然つけていかないといけないので。 それも鍛錬も,してもう本当フィジカルねこの5年ですごい鍛えましたよ最初腹筋からだったしで途中で分かってきたのがサックスを吹くっていうことはね体が楽器にならないとダメなんですよ息を入れるやつだからなので調子が悪いと音も悪くなるし口内炎とかができると痛いからくき毛。 加えられないから、口内も作れ、作れないっていうか作らない体にしないといけないし、あと指、指動かすから、えー、っと、え、え、園芸っていうか、フラワーレンジとかでね、ハサミチョキチョキするのを、うっかりチョキチョキした時にバサって切っちゃったことあったんですよ。そしたら練習できないんですよ。これやばいとか思って、花とかを切るときも慎重に、枝、枝やっちゃった時にやっちゃったんですよ。ガンってやった時にガッて曲がって、 ハサミ字型に切った時に最初に考えたのが「やばいサックスの練習どうしよう」って思った私 <laughs> 仕事してるからキーボードも沈んでにじむ感じなんですよここに板則貼った」ってそっちよりね「浅サでクスの練習どうしよう」とかって思っちゃったからなんかあのそこを中心に世の中が動いてるみたいなね体幹鍛えるのもそのお腹から声を出すためとか 肺活量っていうか、うん、お腹にね、ずっと腹圧をかけ続けて吹く必要があるのでとか、すっごいね、フィジカルな楽器なんですよって、後から分かったんですけどね。でも、一つ一つ階段を上って、今に至る。で、5年の間ですね、あの、コロナとかで、どうしても、そのカラオケとかも閉鎖しててとか、えー、外でも吹けないっていう時に、 月に4回になった時とかがあるぐらいであとはですね3日は開けたことがなかったんですよ5年間すごくないですか3日を開けないっていうことは自分が出張で5日間とかどっか行ってる時にも練習をしているということになりますじゃあ練習をしているっていうのがうーん本体は持っていくの大変なのでそのネックと呼ばれる上の部分ね でそれをこうフピーピーって言って吹くとかあとは曲を覚えるために音,音名で曲を歌ったりとかっていうのを、うん、ホテルのね部屋の中でやったりとかそういうのをやってとにかくやらない日がなるべくない状態をずっと続けたのが5年間ですね、はいで。結果今そういう状態になってるんですけれども。 でそうなってくると、あのー、皆さんに「すごいよね」ってどうしてそんな風になってる特に吹奏楽やってた方3年間学生時代吹奏楽やってた方とかが驚学で言われます3年の成長っていうところで言うと。それに見合う少ない時間だけれどもどれだけ効率的にしかも先生に言われた課題をこなす。 修正する調整するる調整スランプっていうかうんやってもやってもうまくいかない時ってやっぱりあるんですよなんかこう階段階段っていつでもねこういうふうに上がるんじゃなくてこう上がってなんかねやっぱねこうちょっといまいち停滞してないですかみたいな残念な期間があってまた伸びてまた残念な期間があっててなんかねこうじゃないんですよね段階でちょ踊り場的なでここねだいたいやめる人とかが多いところですこれビジネスも一緒なんですけど。 踊り場は、踊り場を乗り越えられると思って地道に頑張るのが結構必要で、この地味に頑張っていくっていう、このね、この時です。地味に頑張ってます。そうするとポンって突き抜ける時があって、でまた地味に頑張らなきゃいけない。何回やってるかな ?5 年でやっぱ5回ぐらいやってますね。で、その時にやめるかやめないかって言ったら、やりたいかやりたくないかって言ったら、 楽しいからやってるからその楽しさにそこがちょっとついてきちゃってるっていうだけなんですよ。だからやりたいっていうのが全てを一点突破できるもう一番大きな情熱だと思うんですよね。だからこれをできるかできないかっていう領域にしてしまうと基本できないんですよ私だって。だってやってないですもん。あ、そう、大きいところで言うと私楽譜読めないじゃないですか。 でいい加減に読めないと好きな曲が選べないっていうことにだんだん気づいてきてなぜならば、えー、とシャープとかフラットとかが多い楽譜を選んでしまうと一個一個音名にシャープフラットレシャープファシャープドシャープとか書きながらやると5個とかシャープがつくような曲が好きだから吹きたいなとかって思って選んでしまうとですねもう楽譜真っ黒で。 振るのに2時間ぐらいかかるるんですよまず音名振るのにでそれをそこそこの速度で読んでいって音名読みながら手を当てていくっていうのをやっていた時に、まあ、一番きっかけになったのは「夜遊びの夜にかける」をやった時にさすがにこれはもう音だけで見てわかるようにしたいなって思って黒くてもう読めないんですよちょっと離れちゃうと。 だからアンプをしちゃおうと思ってアンプしちゃってたんですけどね指に覚えさせてっていうなんかいろいろこうガテンな感じで力技でどうにかしてきてたんですけど、まあ、そのおかげで耳が発達したからなんかこの音これかなって合わせると合わせられるようになってったりとかしたんですけどね。 アンプをいっぱいするようになった事情がもう一個あるのが川で練習していて時間があんまりないからカラオケ屋まで行けない時川で吹くんですけどそれも恥ずかしさとか関係なく練習その時間がないから川でやるんですけどその時に楽譜があると飛ぶんですよ川って <laughs> だからアンプしておいたものを吹くしかないからアンプするバリエーションを増やしとかないと川で練習ができないっていうのがあって。 まあそれもあってアンプをできるようになってで書くのが大変すぎるからといって、うんうんと「ソルフェージ」って言ってその音符5000譜の中をまず読めるようにしようみたいなでちょっと今上の方もね少し読めるようになってきて下の方がねまだねちょっとパッと見た瞬間にどの音符なのかっていう全く前分かんなかったんですよね。でこれができきるようになってきて でその横にあるド・シャープとかファシャープあファド・ソレ・ラミシーっていうのでねシャープがついていくのでそれがパッと見てこの音符のところにそれを書かなくても指がそれができるようになってくるようにだんだんなってきたらどんなことが起こったかっていうと私はあの知らない曲がまだできる状態じゃないんですよその給付と,とかその辺りが分かってないから。 で、これは、なじみの曲とかだったりするとできるんですよ。なので、主にあのジャパニーズポップスの昭和の時代ですね、の80年代とか70年代とか、それぐらいのやつっていうのはすごいいっぱい聴いてたし、あの当時はカラオケがめちゃくちゃ流行ってたので、よく歌ってた曲とかが多いんですよ。で、それを選ぶと、だいぶね、できるんですよ。最近2、3回でできるようになって。うん あの間違えたりとか完成度じゃなくてとりあえず吹けるかなと思ってやるそうするとめちゃくちゃ楽しくなってなんかこの間これやりたいなこれやりたいなってバン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 増やしてってたら4ヶ月で60曲ぐらいなんかダウンロード楽譜のダウンロードしちゃって多分今手元に100曲近く楽譜あるんじゃないかな。 全部が全て老けるってわけじゃないんですけどでも多分老けるに近い状態に今してってる最中なのでそれはねやっぱやっているうちにどうにかなるんですよだからあのできるかできないかって言ったら本来は何も音楽やってないんだったらできないだろうって思うじゃないですか違うんですよやりたいからやってるからこの情熱ってあの本当に突破できちゃうんですよ時間で重ねる。 継続で。で、これはビジネスも全く一緒です。やりたいっていうことを、やり抜くって決めて、やれば、絶対にうまくいくんですよ。もう一度言いますけど、絶対にうまくいくんですよ。で、これを諦めるから終わるんですよ。なので、しぶとい人がうまくいきます。基本は。 やりたいと思ってしぶとく頑張る人がうまくいくもううちのメンバーでうまくいってるメンバーは全員しぶとい <laughs> いい意味でこれ褒め言葉なんですけどねだからできるかねできないかはある意味ねどうでもいいって思ってますやりたいだからよく私聞くんですよ「やりたいのやりたくないの?」って言うと「まあ、大抵やりたいです」って言いますよ皆さんだってやりたいから相談してるわけじゃないですか えじゃあやったらいいじゃんっていうのが答えになっちゃうんですよその段階でできるかできないかはどうでもいいんですよだって今やってないんだからできなくていいんですよ未来に向かってできるかどうかはやり続ければできることになるんですよそれは私が証明してます自分でたくさんのうちのメンバーも証明してますだから思考を変えてほしいなっていうふうに思いましたできるかできないかじゃなくてやりたいかやりたくないか ここで変わっていきます。はい、ということでちょっと朝から熱弁しちゃった <laughs>、はいえーと。そんなイメージでやっていただくとだいぶね人生ね全て変わっていく好転していくと思うのであの頭の中に入れていただければなと思って事例とともにお伝えしてみました。 はい。では今日のまとめです。できるかできないかよりも、やりたいかやりたくないかでうまくいくは、実際にあなたが本当にやりたいことをやれば、すべてうまくいくと思って動いてみてください。絶対に成果が出るはずです。以上です。ご参考にしてください。それでは。